先生の名前のと天ちゃんやよのものです。ということで私ですね、髪の毛染めたてほやほやなのですっごい綺麗なんですけれども、本日はですねこちらお銀座に来てるんですけれども、銀座で新しい1万円で1万円チャレンジします。まあ、銀座で1万円って、まあ、こことか買えないんですけど、どこで買うの1万円ショッピングって思ったじゃないですか。まあ、あの銀座セックスもありますし、うちらの味方をしてくれるあやつらもいますよね。 MCM もいるよ。 MCM は味方してないかもだけど、1万円でどれだけたくさん買えるかをチャレンジしていきます。ユニクロとかもある。あ、そうだよ、無印もある。はい、ということでお銀座あの銀座いっぱいね、あの高いところが多いんですけれども、はい、お安いところも多いんですよ、うん、ロフトとかあと無印とか、まあ、うちらが今から行くあそこだったりとかもね、うん、あの結構リーズナブルなお買い物がたくさんできますので本当に好きでございます。大好き。街並みも好き。そう、街並みも好きで、まああのブランド物あるのも好き、うん、でこうユニクロ通って、あ、私髪の毛綺麗、染めててほやほやだから、うん、GU も通ってダイソーにレッツゴーでございます、はい、でスタンダードプロダクツとスリーピー全部入ってるんですよ、うん、もう銀座といえばここって感じだったんですけれども、こんな感じでマミコがですね、そのスタンダードプロダクツが大好きで、うん、もう爆買い、あの今治タオルも買いましたし、うん、でスリーピーでもね、いっぱいいろんなものを買いました。スリーピーかわいいよね。ほうちゃん好きだよね。で、ほうちゃんダイソーでネイル系をね、そうです、姉のためにありがとうございます買ってみました。ここマジでめちゃめちゃでかいんで、いろんなものが売ってるんですよ。めちゃめちゃやばいね、爆買い、はい、でもほぼないものないんじゃないかってぐらい在庫揃ってます。はい、でもお母さんがこの葉っぱ買いたいっつって、スタンダードプロダクツで葉っぱ買ってました。でレジは3店舗まとめてできるっていう本当にありがたいシステムね、はい、で3店舗選べるんですけど、スタンダードプロダクツでやりました、はい、でその後こちらですね、月島に来まして、もんじゃを食べに来ました。初めて来たここね。でちょっと空いてるお店に行きました。やばい、喉乾いてきた本当はお宮でのお店があったんですけれども、うん、でもちょっと混んでたんで、まあ、どこ入っても間違いないでしょということで、こちらのお店入って大正解でございました、はい、めっちゃ美味しかったです、ね、この日私髪の毛染まっててほやほやだったんで、うん、めっちゃ綺麗ですね。しかもこれは次の日とかにディズニー行くとかで、そうそう、次は次の日かな、そう、だからのんちゃんキャンセル会話しようって話をして、はい、プロキャンしました。そうなんだけど、もんじゃの香りつくくねとか言ったけど全然もんじゃの香りしなかった。うん、あ、ほんとよかった。ちなみにこのカメラワークはほのちゃんがやってます。えない、すごい。で、こう梅しそのお好み焼きがめちゃめちゃ美味しくって、超独特だった。うん、めちゃめちゃ美味しかった。あ、もう変な顔してる私。あ、お父さん失敗。広島の人なんですけど失敗というね、うん、広島ってあんまひっくり返すイメージない。確かに、なんかオムそばみたいな感じで。そう、オムそばみたいな、なんか下にさあれがあるから、で、うん、やっぱりもんじゃ頼みましょうということで、もんじゃ頼みました。めっちゃでかかった。なんかいろいろトッピングで入れたんだよね、うん、そう、はい、こっちは大成功でございます。なんかもんじゃの中にそれこそなんだっけ、ほのちゃんベビースターとかチーズとかお餅とか入れた、をいっぱい入れて、明太もちもんじゃにベビースターとチーズかな。そうそう、めっちゃ美味しかったです、うん、この焼きってほんと美味しいよね、間違いない。私はマヨネーズも適当にかけます、はい、ほぼマヨネーズの味がします。マヨネーズで冷やすみたいな感じで、いや本当にそうそうそう、はい、月島もじゃあ他のお店もちょっと行ってみたいなと思いました、うん、こんな形で私たちが食べたのはこちら、合計で9,955円。ゼロ目じゃん、なんか違うけど。そう、9955です、うん、9955で、その後に月島から移動して、はい、ということで私ですね、銀座で600円しか使ってないんです。で、銀座6行くでやったけど、なんか浅草来ちゃったんで、浅草でなんかショッピングします。はい、ということでですね、いろいろ買ったんでお家で紹介してるのよ。ラボナ、はい、ということでちょっと暑いのでマック買っちゃいました。マック入ったら注文ミスしちゃって、あの飲み物が1個増えました。全然飲みます、いただきます。はい、
い、ということでお家に帰ってきたのなんとモモです。ということで、私実はですね、もう あれから撮影した日から2、3日経ってまして、髪の毛を2回ほど洗ったんで色落ちたかなと思ったんですけど、でもそうでもないですね、だいぶキープされてます、うん、ということで私たちがお銀座で買ったものを紹介するんですけれども、動画を見ていただいて分かると思うんですけれども、8割方ですねスタンダードプロダクツだったりダイソーだったりとかで買ってます。その後には浅草とかにも行きましたね。ということで買ったものを紹介していきます。まずですね、私が買ったものを紹介します。超便利なこちらスタンダードプロダクツで買ったんですけれども、ソフトナイロン折りたたみ収納リュックベージュでございます。私いつもこちらのスタンダードプロダクツのエコバッグを使ってるんですけど、これすごくって、もうこれねほとんどの動画で言ってるんだけど、ここにねケースがあってバーって詰めて、あんだけでかかったエコバッグがこのサイズになるんですよ。でこれもう好きすぎて2、3個持ってるんですけど、まさかのなんとですよ、両手を塞がずにエコバッグを持てるこちらリュックです。500円なの、こちら500円なんだけど、リュックだからさちょっとまあ大きさは少しでかいんだけれども、普段のさエコバッグがこれぐらいの大きさじゃない？そう本来はね、でこれはちょっと異常すぎるんだけど、本来のエコバッグとそんなに大きさ変わんないしすごく軽いので、ちょっと見てみます、開けてみますね。これ色はねベージュしかなかったの。はい、こんな感じでこういうリュックです。ポケットとかは特にないんですけども、ここにね収納のポケットがこうついたみたいな形で、でしかもちゃんとここが調節できるタイプのリュックで、だいぶありがたいよ。しょってみます。あいいじゃん、めっちゃいい。これパソコン入るかな、のんちゃんの入るんじゃないね、14インチぐらいなら入りそう。うん、いやマジでいい、リュック大好きなんですよ。これ私ちょっとズボラなんで綺麗に畳まないと多分入んないと思うんですよね、このここには。さすがにね、やってみていい、空気入るから無理じゃん。あでも入る、見て、あでもこれがあるから、あいけるいける、あ全然いけるわ、あでも全然いける、中でこうやってちょっとこうこうやって造形していけば、ほらえっすごくない？で、あと近々ですねディズニーに行く予定があるので、いろいろ取り揃えたんですけれども、動画の時系列的には近々行くんですけれどもって言ってるんですけど、もう行ってきました。行って昨日帰ってきて、はい昨日帰ってきました。しかも泊まりですからね今回。そうだよ、結構疲れてるもんね。そう今もうクタクタなんで、2人ともまあパジャマ出演ですいませんって感じで、私はのパジャマじゃないです。あそうですね、これ私の服ですからね、ピークタイム。そう本当はね今日は17時ぐらいまで寝てた、5度寝ぐらいしました、うん、でそのためにその泊まりでディズニーだったんで、それのためにちょっといろいろ取り揃えたっていうのもあって、一つですねもう使用してしまったんですけれども、ダイソーでこちらを買いました。でね香水ケース、今日入ってんの？はい、今香水がここに少しだけ入ってます。私はイソップの香水を使っていて、時間が経つと香りが消えるんで、ずっとね持ち運び用の香水ケースに詰め替えようと思ったんですよ。いや私も買おうかな、白のやつでかいんだよね、これぐらいするんだよね。香水ケースでかいからこれぐらいで、色は2色あったんですけどこっちの色にしました、うん、まさかの私以上でございます。でも今回跳ね上がったんですね、金額が。やばかった。それはこちらの方でございます。いや私じゃない、ママだよ多分これは。あママもそう、ちょっとママも買ってるから紹介するんで、スタンダードプロダクツでこちら今バリタオル、これはお父さんも使うしお母さんも使うタオルでございます。タオルって何かあっても困りませんからね。でもね値段がねすごいんですよ、こちら見てください。まあ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 今ママになんでこの値段なんですけど、1000円です、うん、で、これでもう2つで2000円。わー今バリタオルのベージュとこちらはグレー、スタンドプロダクツで買えちゃうって嬉しい。もう一個なんか買ってない、オーガニックコットン、オーガニックコットンガーゼフェイスタオルだって。え、フェイスタオルなんだこれ。あ、すごい見て内側がこんなになってる。これはでも300円だよ、うん、安いね。え、可愛いじゃん、めっちゃいい。以上かな。はい、じゃあパパが買ったのも紹介していい？あ、パパお菓子買ってんじゃん。そうだそうだったの。こちらクラッカーサンドのレモン風味クリーム、うん、あ美味しそう。あとこれココナッツサブレ、美味しそう。であと燻製ベーコンポテト、美味しそう。あとしっとりチョコ、あこれは美味しいね。あとゾッコン岩塩、あとソイジョイのイチジク味が3本もあります。あと暴れしそ梅、うわー美味しそう。食べたい食べたい、食べちゃう、うん、食べちゃいましょう。
味使えないと分かんないと思うから。あとハーベスト、あ、酸っぱくて同じ匂いする。しかもこれ見て、夏限定、なんかこんな感じ、こんな感じでシソがつきまくってて、食べると、いただきます。しょっぱい、めっちゃ酸っぱムンチョ、酸っぱムンチョのギザギザポテトって感じ、めっちゃ美味しい。今の時代が求めるような硬さだね、これやっぱね。ほんごほんご、圧倒的な濃さと確かな歯ごたえは五感すべてを刺激する。今を本気で楽しむ人のポテトチップス。今のポテトチップスって感じですね。あ、じゃあちょっと食べてみますね。うまい。なんかじゃあいただきたいと、あ、でかすぎかも、いただきたいと思います、食レポお願いします。ガツンとした梅の酸味と爽やかなシソと塩のキレが食欲をこれそそりますね。これぞストロングが誇る暴れシソ梅だなって感じです。上手ですね。なんか見てるんですか。本当に上手でびっくりしちゃいます。ってハート型みたい。あ、これは本当にあの味が濃いものは大好きな人は絶対買った方がいい。めっちゃ美味しい。これつきまくってんだけど、すごい。はい、じゃあ続いて私が購入したものを紹介します。はい、ネイルチップが2個。のんちゃんにネイル作ろうと思った時にオーバルタイプかこのレギュラータイプかどっちか分からなくて、本当は聞こうと思ったんだけど、まあ、2個あって一緒と思って2個買いました。なんでこれ後でのんちゃんに、最近ネイル動画アップできてないんで、ちょっと近々ねネイル動画をお届けしようと思います。ちなみに私今指の毛をそったんで綺麗です、手が。私今これすごい何もしてない、そう、ムラシャンしちゃってこのまま。でも爪伸びてきたからジズムでネイルできそう。あとなんかのんちゃんにネイルするっていうので、私は本当基本あのヌーディー系のカラーしか使わないんだけど、のんちゃんはやっぱ個性的ってこともあって、いろんなカラーのネイルをねしたいなと思ったので、シアーマリンブルー、かわいい。私の髪色みたいね、思った。だから夏だから水色系がいいかなと思って、あとは普通に黒とラメがもうなくなっちゃったので、かわいい、買ったのと白ですね。うん、ホワイト。あとはこれが確かベースコートだった気がする。うん、でこっちがトップコートで、私やりたいネイルが1個あって、マットにしてそこに文字書くっていうのやりたくて、あー、かわいい、絶対。でマットになるやつなので、マットのやつを今回買いました。1,2,3,4,5,6,7,7個今、で、あとはこれ一応、そんなんっていうのね、なんかさ、ネイル商品やっぱダイソーすごいのよ。あとはこれ、これ結構のんちゃんっぽいなと思っていろいろ買ってみたんだけど、パーツですね、なんか金箔とか銀箔とかいろいろあったので買ってみました。かわいい。あとはこれ玉、たまって困らない。あとこれ今回ちょっと挑戦してみようと思って、ミラーネイルってやつをしようと思って買いました。ここからは自分のものになるんですけども、こちらまずまとめ串。え、それ100円なの。そう、これ私もうハイトーンにしてからね、この辺引っ張ったら出てくるんだけど、髪の毛がもうね切れてんのよ。すごい。でも私もね人のこと言えないんで、多分ここら辺に引っ張って、あ、ほらほら見て。え、でもね私あんたと尋常じゃないぐらいね短いのがいる。ここにほら、このパヤパヤ系はねちょっとどうにかしたいと思って。え、すごくない。うん、もうもう、でもさ、ボブだから気になんないよね。そうなんだよね、あんまりね。あと髪の毛の話になるんだけど、ハイトーンだったからさ、私もちょっと前まで、あ、おお、すごい、うわってくるうわってくる、切れてる髪の毛があんまり目立たなかったんだけど、黒くしたら結構目立つから、あ、マジでこういうの必要、え、これ100円なんだ、顔、あとは普通にこれコットン買いました。あとここからはちょっとヘアアクセ系なんだけど、まずこちらかわいいリボン。これリボン、なんかそれこそ今日行って思ったのが、おたかつグッズがめっちゃ売ってて、色のついたぬいぐるみみたいなのだったりとか、あとなんかぬいぐるみが入るポーチとかも売ってて、マジで進化。あとこちら、うちハーフツインとかよくするので、この白に白でこうやって使って、かわいいって買ったのと、もう一個はこれね、カラーが黒、白、赤あるんだけど、黒も買いました。2個。ということは、これはもたかつグッズだよね。そうなの。担当カラーに白と黒とあんまりなくなってるか。白がラウールで、黒が長瀬廉。長瀬廉もそうだし、目黒でも
連携なんか黒だね、うん、連携黒、あと松村北斗も黒。あーそうなんだ、任せて私、じゃあ濁田だから。でも白ってペンライト大変だよねって話はよく出る。まあ黒の方がペンライト大変だ。ということで全部の合計金額、これねありがたいことに3店舗あるんだけど、3店舗なんだけど1個の会計で3店舗分できるよっていう風になってるので、どれがどれでとかわからないんですけど、合計金額が7142円。商品量はいつも のダイソー動画に比べて全然少ないんだけれども、31点とかそうなんだけど、でも今回ねスタンダードプロダクツで買ってたりとか100円商品以外は買ってるので跳ね上がったよって感じです。一番高級だったのはこの今治タオルね。で、うちらはこれを買って、本当はその後に銀座シックスとかいろんなところ行こうと思ったんだけど、その前にうちらお腹空きすぎてご飯食べようってなって、パパが銀座でなんか美味しい海鮮屋さんがあるみたいなので、行く行くその海鮮屋さんがあって、そうでそこに行こうと思ったら、その日撮影したの日曜日なんだけど、日曜日が定休日で、定休日でやってなかったんですよ。でご飯どこにするってなった時に、もんじゃ食べたいみたいになって、月島もんじゃ食べに行こうって近かったから銀座から。でしたら銀座から離れちゃって、でそのと車の話の時に、私最近浅草に行くとかあって、よくドンキ動画撮ってるじゃん。で浅草のドンキすごいんだよみたいな話をしてて、で月島もんじゃを食べた後にじゃあドンキ動画撮り行こうかみたいになって、じゃあ浅草行こうってなったら、どん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 銀座から離れていって、このままだと1万円企画が終わらずに終了してしまうんじゃないかみたいな。まあもんじゃ食べた結果普通に多分1万円を越してるんだけど、あまりにものんちゃんを買ってなさすぎて浅草で買ってました。では紹介お願いします。浅草で1つ買ったんですけど、全然浅草関係ないんですけど、世界のチョコレート専門店みたいなのがあって、 そこで見てください。オレンジピールを買いました。オレンジスティックチョコレートって書いてあるんだけど、こっち食べてみようと思います。これはねいくらだった値段が、あめっちゃいい量する。私チョコレート本当に大好きなんだよね。376円です。なんかいつもうちらが食べてる丸のねチョコレートがあるんだけど、それもねなんか安くなってたよね、ちょっと。そうなんか安くて世界のチョコレートが手に入るってこれした。なんか高級そうじゃん。素敵、パパーン。すごい小枝みたいになってる。え、これにオレンジが入ってるの？砕かれたオレンジが入ってるのかな。いただきます。砕かれたオレンジだ。美味しい。うん。いただきます。うん。私オレンジピール大好きなんですよ。私オレンジピール好きじゃないんですよ。なんだけどこのオレンジピールはめっちゃ美味しい。砕かれてるから、なんかそのまま一本皮ごと入ってやるとちょっとグニってしちゃって好きじゃないんだけど、これは刻まれててミキサー状になって多分入ってるからめちゃめちゃ食べやすいから、オレンジピール苦手って人も食べてみてほしい。めちゃめちゃ美味しい。普通にこれさ、私常温で置いてたんだけどカリッカリ、面白かった。いろんなお菓子売ってて、で浅草結構さ、激アツじゃない、うん、花屋敷とかうち行ってみたいんだけど、でも浅草行って思ったのがめっちゃ大阪、うん、本当に大阪旅行来てるのかなって思うくらい。通天閣系だよね。うん、そうマジで大阪だった。その観光向けっていうかさ、そういうのでなんかジャンル的に多分大阪と同じっていうか、グリコあたりのところと同じような雰囲気だったからっていうのもあるんだけど、通天閣とかグリコさっていうのもおかしくないもん。うん、全然なんか感覚大阪だった、うん、ホテルこれから帰るのかなぐらいの感覚だったけど、全然家に帰ってきました。ちょっと今度さ浅草さ食べ歩きやね。え、行きたいの。うち浅草さ、はい、浴衣着たくって、あめっちゃ可愛い浴衣があって、お願い本当に行きたい。今回行かなかったんだけど築地もいいねって話してて、その月島と築地で、え、海鮮苦手なの？海鮮苦手なの。あんた寿司食うじゃん。肉も苦手です。え、なんか寿司食う。え、そうだよ。なんだけど海鮮の香りが苦手で、わかんない。あ、まあ、その生臭いのはしょうがない。でも食べちゃえば、口がそれになっちゃえば大丈夫。だから築地も食べ歩きがいっぱいあるっていうので、本当は築地にも行こうかなと思ったんだけど、ちょうどお盆の時期だったから多分ほとんどお店閉まってるでしょってことで月島に行ったんだけど、近々ねちょっと食べ歩き動画撮りたいと思いますので、浅草でおすすめの食べ歩きのところがありましたらコメント欄に書いてくれると嬉しいです。浅草以外でもぜひね、いいなんか食べ歩きの場所あるよとか、ここ食べ歩いてほしいってなったらコメント欄にお願いします。関東で、関東でぜひ行ければ。あ、でも全然どこどこでもいいよね。行きたいし、うちら。そう、どこでも大丈夫だから、北海道の美味しいところとか。え、北海道こそ海鮮じゃない？マジでそう。
ということで今回はですね、銀座でショッピングだったんですけれども、結局スタンダードプロダクツと100均で爆買いしちゃったようなコーナーでございました。ということでまた今度銀座ガチでダイソー以外で1万円をちょっと使ってみてほしいと思ったヒント。それそのロフトとかさ他にもいっぱいあるから行けそうだよね。そう、本当は無印もあるし、それこそそのダイソーが入ってる回も GU とユニクロがあるんですよ。だからまあブランド物以外の1万円での購入は全然可能だったんですけど、あ、それこそ H&M もあったし、うん、なんかそういうね、いろんなお店があるから本当はそういうところでショッピングしちゃったんですけど、今回はちょっとこちらのダイソーとスタンダードプロダクツで跳ね上がりすぎてしまって他のお店は見なかったんですけども、また近々ね同じ企画をやりたいと思いますので楽しみにしててください。ということでまた今度銀座でのショッピング見たいよと思ったらヒットのグッドボタンチャンネルをお願いします。あと食べ歩きの動画も近々アップされるの楽しみかもと思ったらヒットのグッドボタンチャンネルをお願いします。あとディズニーの動画も近々アップしますので楽しみにしててください。それではまた次回の生グルしましょう。Okay, バイバイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your wicked games. Yeah. Always on my mind, always in my brain. Yeah. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.